すべての命に限りがあるのならば、海は死にますか、山は死にますか、風はどうですか、空もそうですか、教えてください。誰もが等しく抱いた悲しみについて、生きる苦しみと老いてゆく悲しみと、病の苦しみと死にゆく悲しみと、今の自分心。